中村勘九郎さんと中村七之助さんにインタビュー。十三回忌となる父勘三郎さんから受け継ぐ伝統や思い出を伺いました。2012年に57歳で亡くなった18世中村勘三郎さん。生前は多くの人に歌舞伎を知ってもらうため新しい公演方法などで尽力していました。友達とか、はい、同級生とかに、はい、見せたくなる役者です。うん、まあ一言で、うん、父も祖父の芝居を見て俺はねってもう絶対小学校の頃友達に見せたかったと、絶対わかるから面白いから見に来てって言ってたんだ、俺もそういう役者に なりたいしなってるだろうって本当に兄弟ともにそう思ってたので。厳しいお方だと伺ったこともあるのに。そうですね、やはりあの芸を愛していましたし真剣に立ち向かって戦ってきた人ですから、理想というかのところとかけ離れた場所にいるときはそれはもう劣化のごとく。すごく怒られたことってあります？これ今ほらテレビはコンプライアンスが大変話せないことだらけでね、愛の雷がこれ誤解しないでほしいのが、うちの父親いい時はあそうそうそうね、もう死ぬほど褒めてくれるんですよ。そうそう、ダメな時はダメだし、はい、だから信用できる。でこう手を取るあの振りがあるんですね、はい、良くない時はお客様には分からないですよ。お客様にはこれ分からないでしょ、はい、こう分からないでしょ、はい、手握ってくれないんですよ。メモを見てくれないです。メモ見てこうやって ここら辺本番中にですか。これはもう怖かったですね。でいい時はこうやってギューッて握ってくれる。その時の嬉しさなんてねこのためにやってたってこうなりたいという尊敬でしかなかったので、こういう風な役者、まあ、僕は女形ですけれどもこういうあの役者になりたいというようなことしかなかったので、いくら厳しくてももうそれは全然理不尽ではなかったので、厳しいことが言ってくれたおかげで今2人がいるんだなと言っても過言ではないのでね。家庭の中とかではどんなお姿でしたか？もう芝居の話しかしないです。お家でも、はい、僕なんか学校から帰ってきたら今日どうだった、部活どうだったとか話、はい、ね、ご飯の時それは普通じゃないですか、はい、一切聞かれたこと部活どうだったなんて聞いたことない僕らが何を使ったかっていうのも知らないと思う、そんなに、うん、帰ってきたら芝居の話、ご飯食べてても芝居の話。やっぱでもこれ話したいなお父さんにって思うことはなかったですか？もうそれ以上に話が面白かったから、うちの父親の。そうね、そうだよ、話主導権って言っていいか分からないけれども、一発目に唇を切るってことは 100% なかったですね。まあ、舞台毎月出てたので、はい、まあ、まあ最初にどうだったっていうところから始まるって、うん、じゃあ分かった、俺のところじゃなくてじゃあ序幕から行こうっつって、うんうん、序幕から全員こう聞いて、はい、俺はこう思う、あ、もうってからがどん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 膨らんで違うところの芝居になったり、あの映画見たとかが全部、うん、もう最後はお芝居で、もう 99.999 ぐらい、あとはゴルフ、ゴルフ、ゴルフと芝居の話しかしなかったね。現在歌舞伎座では勘三郎さんの十三回忌追善公演が行われています。出ている演目すべてがゆかりのあるというか、はい、演目で特にあの私と七之助がやらさせていただく籠鶴瓶の、次郎左衛門というのは本当に父が大好きだった役ですね、はい。私の長男勘太郎が演じる猿若、はいはい、これはですね父が初演した作品でもありますし、祖父の勘三郎が父にお前追善ができるような役者になっておくれっていうのを、まあ、遺言のように、はい、言っていたことができたことっていうのは喜んでくれてるんじゃないかなと思います。背中で見せてたっていうところがあるので、父から受け継いだものをまずちゃんとやる、そこを経てやはりそのちゃんと教わったものを伝えていくってことが大切なんじゃないかなと思いますね、うん。公演には勘九郎さんの息子勘太郎さんと長三郎さんも出演。まさに今中村屋の伝統を受け継いでいます。
お稽古場ではどのような様子ですか？そうですね、勘太郎の方はもう頭の中芝居しかない小学校の時ですけれども、面談行くじゃないですか、はい、で先生によく授業中ね冒頭してらっしゃることがあるんで、それだけは、ね、気をつけてください、うん、あすみませんって言ってその場終わって帰りの車の中で、はい、まあ芝居のこと考えてんだろうって言って授業中ぼーっとしてるの芝居のことを考えてるんですよ、はいはい、それはお父さんとしてはどうなんですか？それはね注意できないよね。そうまあ嬉しいですよね、はい、まあ僕はおじばかなので、はい、もっと成長するでしょうけれども、私の想像をはるかに超えてまして、はい、終わった時に抱きついちゃいましたちょっと嬉しかったですね。で片谷長三郎、はい、長三郎さん、彼はとても普段はファニーな男です。不思議な子なんですよ。不思議ななんですけど稽古になったとか、はい、何のスイッチかわからないんですけどね、はい、はい、お願いいたします。へ注意するじゃないですか、はい、そこもうちょっと足張って、はい、で背中よく音聞いて、はいはいと変わっちゃうんですよ。はい、それはもう小さい頃からそうなんですか？今回ね、何かじゃあ背負うものというか感じるものだから、その連獅子っていうのが僕たちにとってどれだけ大変なものか、じじちゃまって呼んでるんですけども、の追善で踊るということが彼の中で認識してるんですよね。父として歌舞伎俳優として息子たちにはどのように成長していってほしいのでしょうか？いやもう伸び伸びやってほしいです。うん、幸いなことに芝居が好きっていうのがまず彼らの中にあるので、うん、その気持ちを忘れずに伸び伸び舞台をやって、あとはもうやっぱりこれはうちの父親からというかが体現していたし、ずっと言ってたこと、お客様のために、うん、自分ファーストじゃなくてお客様ファースト、お客様のことを考えて、来てくださったお客様が楽しんで帰っていただけるような、役者になっていってほしいなとは思いますね。勘九郎さんの襲名公演の時、勘三郎さんが口上で息子に残した言葉がありました。一歩一歩進んで、ゆくゆくはあっぱれ歌舞伎役者になれますよう。兄弟で支える中村屋のこれからとは。幸いにも兄弟は仲いいので、で父が前ら兄弟仲良くしてるやんね、俺は一人だったけれども二人いるんだからってずっと言ってたので、それが今となってはね、もちろん後輩の皆様もいますけれども、一つの方向を向いてね、一歩一歩、本当に今言葉じゃないですけど、一歩一歩、あっぱれって言ってもらえるようにね、はい、一歩一歩進んでいきたいなと思いますね。もう父に言われたことっていうのを常にここに思いながら演じていますね。兄弟仲良くって知ってたことをちゃんとできたんで、八橋と次郎左衛門を兄弟で二人でできるっていうのは、これはちょっとあっぱれって言ってんじゃない？あっぱれっていうか、まあ、まあね、おお、やるんだねって、うん、まあ、びっくりはしてるんだと思います、うん、で皆さんにはありがたい、ありがたいって言うんですね。そうですね、皆さんにありがたいって言ってると思います、うん、あとはこれで内容ですよね。内容が良くなったら もう一つ二重丸が花丸ぐらいにはなるんじゃないかなと思いますね。まだまだそれ花丸なんか多分ランク的には下の下の下なので、もっと上を目指してね、いきたいなと思います。